私これ割と好きかも。つけた感じが。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日はナチュモリやっていきたいと思います。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しています。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ナチュモリなんのこっちゃって思っていると思います。今日はマスカラです。バキコさんはボリュームタイプが好きだからってみんな思っていると思います。私だってね、好き好んでボリュームタイプにしたい、ボリュームタイプが好きなわけじゃないのよ。要するに私の場合はですね、まつげがもう細すぎて毛も少なすぎてボリュームマスカラじゃないともうそもそもまつげの存在がわからない、だからっていう感じなんですよ。私だって本当はナチュラルに盛りたいの。私だってマスカラ感は出したくないけどまつげは盛りたい。はい、ということでね、今日は LDK シリーズですよ。 LDK さんね、毎回本当にいろんな検証をありがとうございます。もうすごい助かる。事前にあるもうほとんど検証してくれているので、その中から A 判定だけ私たちさらに検証して、こう私たちの年代でどうなのかっていうのを私はすごくお知らせしやすい。本当に助かってます。ありがとうございます。ということで A 判定、ナチュラル盛りで A 判定だったこちら、ウォン・ジョンヨヌードアイラッシュ、はい、そしてこちら、アイプチ一重奥舞台用マスカラなの？これ何が違うの？これ何が違うんでしょうね。別に二重が使ってもいいとは思いますが、はい。そしてこちら、マキアージュドラマティックエッセンスマスカラ、はい、こちらの3つが A 判定でございました。はい、じゃあこちらをですね、まずは試していってみたいと思います。はい、まずはこちらね、ウォン・ジョンヨヌードアイラッシュいきます。はあ、私が苦手なコームタイプだ。お、意外に漏れるじゃないのこれ。これ全部とりあえずこれ黒ですね。ちょっとね、コームタイプは私のような毛が少ない人は割と固まりやすいですが、そんな中あんまり固まらずについてると思う。わかるかな。そんな中あまり固まらず割とさらっとつけた。コームタイプにしては私珍しい、固まる感じがないから、そういう意味で結構ナチュラルに盛れるって感じなのかな。さらっとしてる感じがする。これちなみに高子さんどうでした？普通でしたっていう感じ、はい。ちなみに先に言っときます、高子さんは毛が多い、しっかりした毛をしている。はい、私は毛が細い、本数少ない、ふにゃふにゃです。こういうちょっと差があるのでね、皆さん参考にしてみてください、それぞれの意見を。はい、そしてじゃあこっち側やっていきますよ。こちらアイプチ また一重奥舞台用マスカラ。なんで一重奥舞台用ってしたのかがちょっと私にはよくわからないんだけど、アイプチさんって一重奥舞台用に結構力入れてんのよね。やっぱり結局アイプチってそういうものじゃない、二重にするやつじゃん。アイプチさんも一重さんと奥舞台さんに愛されてる。これね、色が気になる。ちょっとここにつけてみると分かるんだけど、分かる？パールブラックみたいな色なんですよ。ちょっとグレッシュな感じの色なんですね。これがちょっと今風？限定色。これは私も欲しいわね。いくわよ。うん、確かにナチュモリ
これはさ、あら、私はね毛が少ないからね、この良さが、あのこの色の良さが発揮できてないと思うんだけど、私の毛だとやっぱちょっとグレーっぽい感じでナチュラルな感じ。毛がすごい多くって、あの逆に多いのが気になってる人とかすごくちょっとこう透明感出るんじゃないか、色がすごい透明感が出る色ですね。私的には物足りないけど、高子さんはこれどうでした？テンション上がった。テンション上がりました。毛が多くてしっかりしたまつげの人はテンション上がった。じゃあ一回落としますね。でここでちょっと一個紹介したいものがある。こちらヒロインメイクのマスカラリムーバー、カールキープマスカラつけた人、これすごくいいよ。私も初めてさっき使ったんだけどめっちゃ良かった。これをねこういう風にさらっとつけて、今私アイライン落としたくないからちょっとマスカラだけ、なるべく根元はあまりつけないよね。マスカラ、あ、でもアイライン取れちゃうな、取っちゃおう。これをこうやってつけて、それで普通にクレンジングするだけで結構サラッと落ちるらしい。で根元もねちょっとちゃんとつけるようにすれば落ちにくいアイライナーも結構綺麗に落ちるそうです。高子さん愛用品。続いて A 判定マキアージュ、こちらドラマティックエッセンスマスカラロング&カール、こちらつけていきますよ。こちらはあれですね、繊維が結構入っております。あ、なるほど。すごい繊維、すっごい伸びたよ。まず私思ったのはすごい繊維が本当に多くって、で通常ね私こういう風にカーブになっていると、だいたいこっち側を使うんで、あ、 こっち側のねくぼんでる方をまつげに合わせるんですが、ちょっとくぼんでる方がここは毛が細い、あの短いんですよね。でこの丸みのある方がブラシの毛が長いので、こっちの短い方でやるとどうしても固まっちゃうなって感じがしたので、私の毛だとこっちの長い方を使った方が良かった。はい、私はちょっとやっぱり繊維はね、私は個人的にやっぱりね好きじゃないんですよ。なぜならばこれ私の毛がやっぱ細いから繊維に耐えきれないということで、私はあんまり好きじゃないんだけど、これ高子さんどうでした？私は繊維をつけすぎたのか、うん、繊維が下に落ち、落ちてポロポロちゃったし、うん、やっぱ1時間ぐらいでちょっと下がにじんじゃった。なるほど、っていうことですね。っていうことで、これからは番外編です。こちらはですね、タカコ氏、タカコ P がナチュラル森で選んで気に入って使っているやつを2つほど。ピメルパーフェクトロングカールマスカラです。はい、こちらとこちら、オペラマイラッシュアドバンスト、タカコピー的におすすめらしいです。まずこちらのピメルから使ってみましょうか。あ、確かに、あー、ナチュモリよ。これは私がブラシが好きだ。繊維入ってるけど全然その繊維のいやらしさがないわ。キャッチコピーは、うん、地まつげが伸びたみたい、うん、地まつげが伸びたみたい。確かに私毛が細いからすごい分かりやすいと思う。こっちとこっちをさ見て、これは本当にナチュモリだな。え、私これ割と好きかも。
つけた感じが線入りでは初めてかも。割とこうナチュラルに本当に盛れる感じですね。うん、はい。そしてこちらオペラマイラッシュアドバンストですね。はい、細めのマスクブラシですね。細めのブラシいきます。うん、私はちょっとねこれ固まる、私の毛がくっついちゃう。これはブラシの形状のせいかな、ブラシの形状のせいかな。ちょっとね液がねっとりしてる感じ、こちらはねっとりしてる感じだから よりつきやすいですよね。なんでちょっとねっとりしすぎちゃうと私のまつげはくっついちゃうのであかんのよ。っていうことで、たかこさん的にはこの今この5つの中ではどれが一番ベストワンですか？オペラ。やっぱあこれ。なるほど。これ私はですね、これとこれどっちかかなって感じなんですけど、本当にナチュラルにすっぴん風に見せたいならこれかなって感じ。だけどね、正直言うよ。正直言うよ。実はもっと盛りたい。だから私はナチュ盛りじゃなくてやっぱりもっと盛りたい派だったっていう感じ。なんで本当にナチュラルに盛りたいんだったらちょっと盛るっていう意味ではこっち、ナチュラルよりナチュラルにしたいんだとこっちって感じですかね。っていう感じで、ご紹介させていただきました。皆さんに参考になるといいなと思います。はい、ではバイバーイ。